ね。ぼ、どうですか？最近の冒険の調子は。その調子です。これからも頑張ってくださいね。十分に経験を積んだように見受けられますし、そろそろ冒険者協会の重要な仕事を紹介しますね。冒険者協会には毎日各地からの依頼があって、それを冒険者の皆さんに配るんです。これが冒険者たちの主な報酬源になります。どんな依頼があるんだ？いろいろありますよ。民衆のために怪物を倒すとか、簡単なものから危険なものまで様々。百聞は一見にしかず、依頼を受けた方がより分かりやすいと思います。これが今日の依頼内容です。終わったら報告しに来てくださいね。ちゃんと豪華報酬を用意して待ってますから。そんなに焦らないで、絶対に失望はさせませんから期待しててください。ここで待ってますからね。星と深淵を目指せ。